マージーはイギリス海軍のモニター、ハンバー級。元はブラジル海軍向けにビッカース社で建造され、マデーラと命名されていた。1912年8月24日寄港。1913年9月30日浸水。1914年2月に竣工したが、ブラジルの財政悪化により、同警艦2隻と共に売りに出され、 第一次世界大戦勃発直前に敵国の手に渡らないようにするためイギリスが購入した。1914年のザーカワの戦いの時はベルギー沖からドイツ軍を砲撃した。1915年4月、マージーは同警官セバーンと共にアフリカ東部へ派遣されることになった。そこではドイツの巡洋艦ケーニヒスベルクが ドイツ領東アフリカのルフィジ川デルタに潜んでおり、それを攻撃するため喫水の浅い艦艇が必要であったためである。2隻のモニターは4月28日に栄光されてマルタを出発し、スエズ運河経由で6月3日にルフィジ川デルタの沖に浮かぶマフィア島に到着した。7月6日、2隻のモニターは多数の小型艦艇を伴ってデルタ内へと入っていった。 途中川岸に潜むドイツ軍から攻撃を受け、召喚運転に被害が生じたがモニターには損害はなく、川口と軽にヒスベルクのほぼ中間の位置で砲撃を開始した。最初は着弾観測にあたる航空機との連絡がうまく取れず、モニターの砲撃は不正確なものとなった。一方ドイツ側の砲撃は正確であり、マージーが被弾し全部の6インチ砲が破壊された。 それから少しして、ようやく着弾観測機との連絡が取れ、セワーンが、ケーニヒスベルクに、命中弾を与えた。しかし、着弾観測機が、エンジンの故障で引き返さざるを得なくなったため、モニターも撤収した。7月11日、2隻のモニターは、デルタ内に入り攻撃を行った。マージーは、再び被弾し退却したが、セワーンが、ケーニヒスベルクの破壊に成功した。 この後も2隻のモニターはしばらくアフリカ東部に止まった。1918年3月から4月にかけてマージーとセバーンはアフリカ東部を離れアレクサンドリアに移動した。1918年12月から1919 19年3月までガラチでオーストリアハンガリー帝国との休戦の監視に当たった。1921年にスクラップとして売却。ありがとうございます。